皆さん、この世界から脱出するのは非常に難しい。般若心経にも書かれてあるように、非常に難しい。それなら、せめてもこの世界におる間、この全地にね、要するに天と両者がおる間は、せめて幸せに暮らしたいから、真面目に生きようと。その幸せに真面目に生きる生き方が、守られるような、そういうシステムを作ろうと。皆さん、私が考えてくださったの。それでこんな安定した曲がだんだんできて、そして波動も下がっていったり、物質が硬くなっていった感じかなと。じゃあ、霊は物質に対して最後、もうしにくくなってん、実は前よりはるかに。で、霊は物質に嫉妬したわけね。そういう事情もある。しかし、なくなったら、皆さんは、ああ、この苦しい頑張った努力してていきなり世界から、自分に対するだけじゃ、自分が悪いことせんように頑張っておいて、特に男性はそうなのかもしれん。で、そこから逃れて、やっと浄土に行ける。その浄土っていうのは実は、一番外側じゃなくて、うちっちまとるしかの外じゃなくて、うちっちまとるしかの中の、そう、うちのそうなのか、この外側に行けるのか、まあ、外側の地球に近おるのか、そういう形で外側があるわけですけど、この地球が、ぐらいですから、下の世界が出るわけです。で、その、上の世界がプレイですから、上から見たこの世界はヘルハデスなんです。そういうその体制の呼び方をしているよね、相対的な呼び方。で、まあ、うち自身のことを、下から見てプレイですっていうことはあると思うね。うち自身のことを上から見てヘルハデスっていうことはあると思うね。それだけの名称やねん、実は。あなた方の名称じゃないねん、実は。あなた方が使ったらかんねん、プレイですね。もちろんヘルハデスね。なんかうちの身代わりでなんか謎の死に方したりするから気をつけてね、本当にね。資格もないのなので悲惨になって言ったじゃん、さっき。で、なんかうちは基本浄土には行かない。そう、浄土って、プレアデスとプレアデスの間のこと。まあ、要するにプレアデスとヘルアデスの間のことを浄土っていう。で、浄土っていうのは何かって言ったら、このプレアデスと下の世界ってヘルアデス。その間の宇宙空間のことジオンという。下がジオン、上がジオン、同じこと。で、そのジオンっていうのはだから、実は、ジョードのことやけど、下のプレアデスと、私たちの住んでるこのプレアデス、その間の宇宙空間のことをジオンっていうんですよ。意外でしょ。で、そこに、皆さん去っていくんだけど、先端におるだけや。でまた生まれちゃう。どうしてうちに全然。で、なんだ憧れの浄土ってそれだけのことなんですよね。あんま方はいかんですもんか。まあね。うちの中にそういうのがあるんやから。だけど、見たことあるよ。うろうろさせられたことあるよ。皆さんよりも、皆さんよりかは短いちゃうかな。そんなことやってる暇なくてね。すぐ生まれなあかんし、うちは。なんか奇妙な感じでしょ。本当はだからでかいなんか知らなかった次元があるよ。で、ある時、でかいって何って聞いて、知らないのって。死んだら行くでしょって。この、何それと思ったのが、向こうの始まりかもしれんね。まあ、そうないから、その、現在による何たらかあったけど。でも、その、何その霊界って、そういうのあるのって。本当にないと思ってんのって。って。大地行ったこともないし、ゲッゲーって。もっとね、霊の方が濃いような時代にそんなんしたかもしれない。ね、で、その、ちゃんと物質界ではそんなんした記憶あるよ。そっちの記憶は確かですけどね。でもそう思ってるだけで、こっから見たらそんな霊界なかもしれない。それは私として、とにかくその、うちが皆さんと区別する、過ぎにくくなったの、そっちでも、ちょっとよ。そもそも最初からそうやけどね。だってうちは基本的に人体じゃないから、地球そのものですから。ね、地球を、なんていうの、官房長官というか、スポークスマンというか、いや、同じものなんですけど、でも地球の人間の形をしてるバージョン。それだと何から何まで。物質はね。
意味わかるかな。あなた方が使ってる肉体も地球学園のラシュートの地球学園。ただうちという肉体だけは特別な役を持ってると言わざるを得ない。ただうちも霊界浄土に連れて行かれた時、うち仮装されてしまったの、ね。その時はそういうところに連れて行かれたな。今回も仮装された浄土行っちゃうよ。じゃあアマタラスおらへん。うん、うちを仮装したらアマタラス消えるから。どうなるかって。知らんねん、どんなんでした。ごめんなさい。話は聞いたことあるけど、イメージはちょっとできるけど、でもやっぱり分からへんねん。どんな世界だったのって。聞いたら全員ウサギになったよとか、なんか謎の話ばっかりでね。どんな、どういうのそれ。とか、昔出会った知り合いの友達関係になったりとか。昔ウサギに悪いことしてとかって、はぁ、ウサギ、ウサギ、うちの仮装にした後の世界はウサギになっちゃうんですか皆さんは。でも分からんねん。な、大抵前世の記憶があるけど、これなんならさと思ったらウサギの世界にしちゃうやろ。もうやめよう仮装すんの。うちをウサギにならんで済むやん。仮装せんかったらみんなもうちも